割引みたいなやつそうせっかくやけんか、うん、皮膚科いつでもいけるけんさエステ行ってきたんですそしたらねそしたらエステ行ってきたさそれでうん小顔マッサージしてもらったり肩こりとかしてもらったあとヘッドスパとかでそれでねあのー、してもらったんですよではまあまあ顔をメイク落とすじゃんかそこで。 え小顔なってないちょっと明日のお楽しあ明日できるかな明日が一番忙しいとよい私 <laughs> 大丈夫かなそうそれで、まあ、まあ夜はできるかな明日明日夜できそうえお高くかかない初,初回限定みたいなやつそうそれでねしてもらったんですそしたらねあのもう化粧水とかねあの乳液とかねなんかすごいいい成分のね <laughs> いい成分のなんか分からんけどよう分からんけどとりあえずいいものをね顔にベタベタ塗ってもらったんです今だからねあのもう撮りたくないっていう感じかわいいねって見えてないじゃんわあー終わってないよまだでももうほんとあと7分で終わる <laughs> そうえ飽きてる発言してないよ 飽きてないよ毎日楽しいんだけど本当にめっちゃ楽しみやもんみんなと交流するのがそうだよ今めっちゃベタベタなんかね私ねあんまりスキンケア好きじゃないんだけどさベタベタなの今けどまああのー、今日はあのー、いい感じにあの顔が <laughs> いいいい成分で あの顔がベタベタなのかなと思ったらあーって感じですスキンケア頑張って言われましたよそれやさエステの方から何回もごっとごっ言うそうもう何回も言われましたちゃんとスキンケア頑張ってくださいってうーん頑張りますって言ったそうかっさね今日まだやってない朝ちょっとやったけど しようとえー、なんでニキビあるんですよ。でなんかねニキビどうしようかなと思って相談に行ってきました。わーよしのりさんありがとうございます。丸顔はね褒められんかったけどねあの毛穴がないって褒められた <laughs> 全然毛穴がないですねってあ今日の体重発表いきます。キログラブ 嬉しい減ったちょっと減っただってね昨日の夜ご飯結構少量やったけん夜ご飯減らすだけで結構減りますねえ結構減ってないよ 0.2kg で結構減ったとか言えないよ <laughs> 0.2kg しか減ってないまあ誤差です本当にあのお水 200g 飲んだら増えるしそう水分だけマジで誤差誤差ですだけ頑張らん おとといからマイ,あそうです、ね、マイナスなんかすごい音するんだけどお風呂の音する <laughs> 誰が入っとってやろうそう10日でえ十10日で2キロ1 0日で2キロいけるかなお風呂入らんといけん私も。 えー、落とすとこの美容液めっちゃいいもの使っとるって言ったとになあ <laughs> 落としたくない落としたくないあ皆さんインスタグラム投稿したんで見てくださいあれはねあのー、ストーリーの私のなんか,、あのー、なんかあざとい写真はあれはゆかりが撮ってくれました ゆかりんが撮ってくれたんですけどあざとかったかなゆかりんのカメラめっちゃ漏れとったなんかなんで誘ってくれんかったなんで来てくれんかったとよあれはねおしゃれなとこでしたよあの何やったっけな青山やったっけな青山みたいなやつところやった気がするちょっと場所わかんないそうあれあざとよねなんか <laughs> そうそうそそれであれはねもう久しぶりにヘアメイクしてもらってでももう久しぶり久しぶりかヘアメイクしてもらってるけんか髪ねハーフアップなんだけどあれねもうねあ夜だったんですよお昼お昼活動して夜ゆかりんと会ったみたいな感じやけんかそうもう髪ねボッサボサなんですあれ。 でも本当はね可愛くしてもらってたんですよちゃんとそうそうそうなのまあ今度本当はどんなどんな感じだったとかはまあで見れるけん待っとってそうみんな見て見てストーリー見に来てね紅葉見たかったっちゃけどさまだちょっと早かったっけんに、ね、<laughs> 紅葉全然紅葉感じロ本当に。 赤くない全くもう全身緑全身全身じゃない全部緑やったあの写真投稿してよえー、飲んでよそんな投稿するほど <laughs> ほどなんかあざとすぎて恥ずかしくってさ一日限定よあれはカフェあれカフェなのかな えどこやろ私も分からん私が選んだのお店選んだとかじゃなくて鈴木さんですよ <laughs> あそこの場所も分からん <laughs> 紅葉の場所もわかんないですねやばい27分もう10分なるけんランキング読みます第1位よしりさんありがとうございます第2位ありがとうございます第 3位、久保、ジョエル、久保くん、ありがとうございます。第4位、サトシさん、ありがとうございます。第5位、ムニマツさん、ありがとうございます。現在バック中、私より女子力高い。第6位、台湾のポミさん、ありがとうございます。第7位、笑顔ニコニコ、第8位、ハルさん、ありがとうございます。第9位、フミティさん、ありがとうございます。 第10位、みたらしこまちゃん。ありがとうございます。第11位、ロケットスニーカーさん。ありがとうございます。第11位、もっくん。ありがとうございます。第13位、ポッポさん。ありがとうございます。じゃあみなさん。私は今からね、大忙しで大忙しでやることいっぱいやけんさ。ごめんなさいね。ほんとに。やることいっぱいなんです。私、今日、明日もお忙しい、お忙しい。 お忙しいんですよまあストーリー見てください皆さんインスタグラムとか何があるんだ <laughs> 大したことない本当にけどなんかね色々忙しい明日できそうですよ多分でも忙しいと私は今すごくなんかねお片づけせんといけ <laughs> お片づけかいっておせといけんと私はバイバイみんなバイバイ ババイバイもデートやで <laughs> 誰とですかデートなわけないよそう私はお片づけで忙しいの今からちゃ断捨離とはそんな感じです断捨離大会みたいな感じだから今からブワーって片付けしてブワーっていろいろ片づけしますじゃあ皆さんあしまた明日なんでねなんかもうマジで出たのって言われる じゃあ皆さんまた明日じゃあおやすみなさい。バイバーイ